ジョン・マホーニーはイングランド生まれのアメリカ合衆国の俳優。ジョン・マホーニーと表記される場合もある。俳優デビューは40歳という遅酒である。1940年6月20日、8人兄弟の7番目の子供としてイングランド・ランカシャーのブラックプールに生まれる。もともと実家はマンチェスターにあったが、当時第二次世界大戦の戦火を逃れて疎開していた。戦後に、 マンチェスターへ戻ったが、戦争花嫁として、アメリカ入りの一州に嫁いでいた姉を頼って渡米する。大学入学後に軍へ入隊し、1959年にアメリカ合衆国の市民権を取得した。卒業後は地元で英語教師をしていたが、幼少時代から興味を持っていた演劇への夢を捨てきれず、40歳で俳優としてデビューした。 1986年、ブロードウェイの舞台、ザ・ハウス・オブ・ブルー・リーブスで、トニー賞を受賞する。映画、テレビドラマで主演することは、ほとんどなく、脇役を演じることが多かったが、1993年から1996年まで放送された、テレビドラマ、そりゃないぜ。フレイジャーのマーティン・クレイン役が、エミー賞、ゴールデングローブ賞。 全米映画俳優組合賞などにノミネートされ、2000年には全米映画俳優組合賞アンサンブル演技賞を受賞するなど、その演技力は高く評価された。2018年2月4日、イリノイ州シカゴの自宅で死去した。ありがとうございます。